久保さん、闇闇がが。深いですね、闇がまあ、確かにね一つの法案を通すとそこにその法案をこう実践していくための天下り先っていうのがで,できるこのなかなかいいあれじゃないですか <laughs> 確かにねそう言われるとそうですよねマイナンバーカードもすごいですよね確かにマイナンバーカードを実践するってなったらそこに達する雇用が生まれますからね で、あとね、受注先、システムの受注先だったりとかいろいろありますからね。確かにな行いってらっしゃい。